ちょ、2匹、ハムちゃん2匹がね、ちょっとね、あの病気になってしまいまして、で、あの1匹目の子はちょっと、いつかの先月末にちょっと病気になっちゃって、で、もう1匹の子が、まあ、あの先月の本当に終わり、まあ、今月頭かな、9月つい、いや、でも実際8月30日に初めて病院行ったから、約2、3週間ぐらいね、ちょっと難聴、いろいろと大変な時期だったんですが、結論から言うと、2週間看病してたハムちゃん、なんとなんと峠を越えました。めちゃくちゃ嬉しい、生きてます。とてもとても嬉しくてね、団長、いや、これね、ちょっとお医者さんがあんまりね、言いたい、こういうことを言うのはちょっと医者としてあれなんですが、あれ奇跡ですねって言ってた。あ、ちなみに完治はまだしてない、まだね、完治ではないから、本当に正直ね、こう喜んだけど、まだまだ油断はできない状態で、今ね、団長も見守りカメラっていうやつでね、見守りながら、先生はね、飼い主さん、そう、白金さんの愛が伝わりましたねって言ってたけど、団長的には本当にね、この子がすごいんだなと、うん、あの本当にお腹痛くてさ、あの自分の手とかさ、自分のお腹とかをね、噛んじゃったりして、そんぐらい痛みに耐えながらも、でも生きるって選択をねしてくれたハムちゃんに感謝しつつ、とりあえず先生も毛並みも良くなって上向きになってきてますねっていうことで、一応報告です。いや、本当にもう先週のさ、近況報告めちゃくちゃ泣いちゃったんだけど、いや、本当あの時はまだ4割以下だったから、やっぱ1日そのずっとそばに折れたのが強いなと。いや、ほんとね、お休みいただけてありがとうございます。いや、みんなのおかげでもある、みんなのお祈りのおかげ。